ブルーノ・モッサでレゼンでは、ブラジルの男子バレーボール選手。リオデジャネーロ出身。ポジションはセッター。ブラジル代表。父に現ブラジル男子代表監督のベルナルド・レゼンで、を、母に元ブラジル女子代表のベラ・モッサを持つ。ブルーノには、母の最初の結婚相手のエダーマンとレミーとの間に、生まれたアニエドソンと、その三度目の結婚相手との間に生まれた。 ルイーザという妹がいる。また父、ベルナルドの二度目の結婚相手でもある、フェルナンダ・ベンターニーとの間に生まれたジュリアと、ビクトリアという妹がいる。ジュニア代表として出場した2005年 U-21 世界選手権で銀メダルを獲得し、ブラジル代表のセッターに選出され2007年、ワールドカップで金メダル、2008年北京オリンピックで銀メダルを獲得した。 北京オリンピック後にレギュラーセッターとなり、優勝した2009年、ワールドグランドチャンピオンズカップでベストセッター賞を受賞した。スーパーリーガのクラブではキャプテンを務め、3度のリーグ優勝を経験。南米のクラブチャンピオンとして2009年、世界クラブ選手権に出場した。2012年8月のロンドンオリンピックでは、2大会連続となる銀メダルを獲得した。 母国開催となったリオデジャネイロオリンピックでもブラジル男子代表の金メダル獲得に大いに貢献した。ありがとうございます。